はい、皆さん、こんにちは。本日も、茶釜流世界一地味なダンス練習来ていただいてありがとうございます。ダンス系身体操作オタクの、茶釜です。それで、今回本来するつもりなかったんですけど、胴体の意識を変えるですね。自分が福岡にいたときに、ジャズの先生に習った引き上げっていうのが、下腹ちょっと力入れて、脇腹をクッと上に上げるっていう簡単な説明で、自分それ聞いて、あ、できてるんじゃないっていう感じでやってて、お、バレエの引き上げすげえなーみたいな、思ってて、で、最近、もう、他の動画見てくださいって丸投げしてたんで、ちょっと気になって見てみたら、結構、ドローインとか腹直筋だの、なんだのかんだので、結構力押し的なことを言ってるんで、ああ、これ、俺が思ってた、すげえって思ってた引き上げとは違うなと思って、今回、茶釜流の、引き上げ。もし、なんか、もしかしたら違うかもしれないんで。ですが、自分は、立前、28年、腰呼吸12年以上してますんで、背中の、このあたりの、感覚っていうのは、非常に優れているって自負してますんで、そのあたり交えながら、聞いてください。で、と結論から言うと、胴体っていうのはもう、茶筅と直腰筋を結んで、それ邪魔しないように、阻害しないように、シンプルに使うっつうのが、一番いいと思います。ね、ドローインとかで力み癖、必要もないです。腹筋つなげれたらそんなも必要なくなります。で、どっかこの2点をつなぐ間に、力みとか、だるーんって、たるみ、力み、張ってなくてたるみとあれば、こっからの力は絶対直腰筋まで伝わらないので、それを、この説明の間、どんどん、力んでるところをグッて力入れて、ストンって落とす。その繰り返しをずっとして、つながるように、つながるように。で、茶筅も、なんつうか、寝る、茶筅を寝るっていうことが、すっごい、重要だなーって考えてます。それで、まあ、どういうふうにつなげていくかを説明していきたいと思います。はい、茶釜です。では、茶釜流の引き上げをやっていきたいと思います。これちょっと最初感覚がわかんない人がいるかもしれないから、西山先生っていう方がやられてる椅子軸法っていうのを使った方がいいかもしれません。ちょっと自分インストラクターじゃないんでできないですけど、こうしゃがんでこう入れて軸を整えるっていうやつがありますんで、それをやってから引き上げしましょう。では、まず最初、首はまっすぐで、茶筅を刺激するように顎を引きます。もうこの時点で大体つながってるんですけど、わかんない人は次の段階に進みます。第2段階で、ここのお尻の大きな筋肉、大臀筋をペタッと貼り付けながら仙骨を立てます。まっすぐに、そうなるように仙骨を
立てるようにペターッと大臀筋を力む必要はないです。それでこの状態になったら、やっと下腹、ここの辺りをグッて中に入れます。中に入れると、自分の感覚的には腸腰筋、背骨の前になんか邪魔なものがあって、それグッてすることでピタンとひっつく。で、それをグーって上に、ピタッとひっついたのを上に上げるように、グーって ここを引き上げる。そんな感じですね。そんな感じになります。それで引き上げて、次、横隔膜。ここら、脇腹の下の方にあると思うんですけど、横隔膜の前方を上に、後方を背中側にやるように、ちょっと操作します。引き上げ、ここをグッて、で、上に上げながら、横隔膜を上、こっちを背中側にやると、なんかこの辺り横に1本ビーンと線が張る感覚があります。それを胸骨操作でちょっとキュッて下にキュッてやってやると、その感覚が増すんですよね。ですんで、胸骨がここが下がったら、ここがキュッてなるので、ここが下がると分かるセンサーみたいな役割になります。横隔膜を上ペタって貼り付けてると、下がったらグッてなるので、そのキュッてならないように上げとくっていう感じですね。で、ちょっと緩める。何も力みがない状態ですね。全然。背中でピンって引っ張ってて、どこの力みもないっていう感じです。で、この状態だと腰式呼吸ですると、横隔膜こういう状態でやってるので、絶対腹に逃げないんですよね。腰、こう腰に行くんですよ。この状態でやっと腰式呼吸ができるようになります。ここはちゃんと下腹グッてして、横隔膜をキュッてあげて、ペタッと貼っつける。それで息を下にやるようにすると、腰の方にフーって息が、横隔膜操作もそんなに力まなくていいです。ちょっと上げてる感じ。そんな感じで、ちょっと貼り付ける感覚はちょっと強めになりますけど、そこまでうーってなるほどしなくていいです。キュッてしてやる感じ。軽くつけてやる感じ。これが、できて、やっと腰式呼吸っていうのができるようになります。で、腰呼吸の最大の欠点は、大の字になって寝れなくなるんですよね。ここを動かせないから息苦しくなるんですよ。だから横向きか仰向けでしか寝ることができなくなるっていうのが、もう本当うざって感じですね。で、もちろん、これで茶筅と腸腰筋つながってるわけですから、茶筅を動かすと腰も動きます。グッてすると、こっちにするとこっち、こっちするとこっち、ほんのちょっとの動きで後ろにグッてすると、腰が後ろに行くように、前にすると腰がほんのちょっとですけど前に行きます。だから、ここをピンってしてたら腰がグラグラしないです。つながってるから。そうすると、
脇腹もそんなに力入れないし、かなり強力な軸ができるはずです。で、あの大臀筋ピタッと貼り付けないと、このつな茶店から一くるぶしの摩天っていうところがあるんですけど、茶店から摩天につながらないです。だから仙骨操作、骨盤操作は大臀筋しか使わないんですよね。なんか見たら腹筋がどうのこうのって言ってるんですけど、で、吉江さんとか最近知ったんですけど、エリートフォースのリンクって人もこの動きを腰、本当動いてないですけど、ここの動きを腰まで伝えてる、操作してるんじゃないかなっていうふうに見えるんですよね。はい、ですんで、もしだからここ全然力使わないからボディラインとか気にされてる方でちょっと締めたいっていう方は、縮める操作ではなくて引っ張る操作のトレーニング、ここを引っ張るようにトレーニング、背中も引っ張るようにトレーニングした方が動きの阻害にならないと思ってるんですけど、はい、そんな感じで本日も来ていただいてありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いします。